ポーツ万能、憧れの存在、クラス委員長の高坂明穂さん。ん？好きです！付き合ってください！私でよければ。四十八手を全て暗記しますね。四十…え？もう少し彼女らしい篠崎さんがキュンとくる呼び方をしたいのです。決めました。舞台野郎で。僕 M じゃないから。こんなところで待ってるなんて、何か過激なことを考えて。いやいや、さすがに。お兄ちゃま、そこにひざまずくぞ。そのビリビリマシーンはいかがです。どうぞ、私のお好きなところに。いや違うから。聖水プレイをご希望でしたら初めてですが頑張ります。失礼します、高坂明穂の母です。よかった、来てくれた。こんなところで聖水プレイを。高坂家の遺伝子。今日ももう1歳か。子供の成長は早いですね。成長は嬉しいけど、いつかパパ嫌いってならないかな。問題を回避する知識はすでに得ています。はい、この DVD で研究しました。うん、それ違うパパだ。お父さん、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 さようなら。私は夏夫さんのサイズで満足してますから。悩んでたのそれじゃないから。今日もいつかお嫁に行くんだろうなって思ってさ。そういうことでしたか。大丈夫ですよ、私がずっとそばにおりますから。あえあえうん。そのポーズはもしやスタンダードポジション。アキホ、ちゃんとしなきゃダメよ。時は上目遣いでいっぱい出たねって言うのよ。一切に何教えて。そうだ、お母さんもご一緒に。私も一緒に。篠崎さんは人妻もいけるのですね。篠崎くん。お父さん。君もいろいろ大変だと思うが。変態だと思う？違う！メス猫は気まぐれですから、甘えられまでは狭いところへ。あ、あ、大阪さん？いいの？うん？入れながら回してもいいかもです。ね、姉ちゃん。いや、見てもわかんない。要は尖ったものを穴に出し入れするプレイでしょ。こよりサクロスって。一気に飲み干す。はい、飲んだよ。見せる意味何なの。タユン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 。堂々と見てもいいのですよ。え？二人で何を。二人で何を。そう、絞るように握って、こう絞るんだね。こんなところで一体何を。明日じっくり見せてあげるよ。二人エキサイトをじっくり。ヒットだけでも。パンだからそりゃ出るって。あんたの掃除場なんて知らんわ。何か拭くものあるかな。これじゃいつも通り。バスローブに着替えてまいりました。で、結局駅舗では何も起こらず。僕ってヘタレだよな。まさかあそこで寝てしまうとは。はあ、好きです。私も篠崎さんのことが。